経済評論家の浅井さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浅井さん、バナナ、バナナ、嘘南の島のイメージっすよ。南の島に黄色いものあります。まあ、韓国が昔やったのあれはレーザー照射ですけど、レーザー光線、レーザー光線ですね。レーザーポインターのスケーパンそうみたいなのをやられた。あれもまでもすごいね。レーザー照射よりも分かりやすいです。うん、ただし、赤い天狗というのね、キャラセンターのあるところがいいじゃないですか。これはだいぶ大きな動きだと思うんですが、まず、アイウン流暢とはどのあたりなんでしょうか。これは、南シナ海の中でも割と南の方に位置して、なんかね、中国がこうあって、このところの下にベトナムがあるんですけど、ベトナムのその南の方に、まあ、昔、南ベトナムの方に位置して、今、ホーチミンというところなんですけど、これよりもですね、もうちょっと南ぐらいになるかな。中国から見たら、はい、どんだけ南のところだよっていう、そういうところだ。で、フィリピンはこっちにこう、島があって、で、まあ、ここのところ、大人がいい、パラマン島という島があるんですけども、そこからは、まあ、150キロぐらいですかね、ちょっとこう離れてるっちゃ離れてるんですけど、そのあたりのところにあるっていう感じ。だから、いずれにしても中国からすれば、そんな南のところ、全然お前とか関係ねえだろっていうふうに、まあ、言いたかったりするよ。で、ちなみに、ここよりも、まあ、100キロぐらい北のところに、南沙諸島っていうですね、プラトニー諸島、これがあって、そこを中国が軍事を探したというのも、まあ、そういう諸島するっていう話になるんですね。プラトニー諸島は、まあ、近くに終わったらお返しする。で、このアユンギー諸島は、今、フィリピンが実効支配しているわけですね。そういうことです。で、フィリピン軍は、1999年から、このアユンギー諸島の近くに、古い揚陸艦をわざわざ、意図的に座礁させるってことをやって、まあ、ここに軍の部隊を注入させるという、まあ、そういう部屋なことを言って、まあ、そういう部隊です。今回のレーザー文章なんですけども、これどういった狙いがあるんでしょうか。これは、アユン文章にいるこの軍の部隊があるんですが、ここに、巡視船がですね、その物資を補給するのに、まあ、食料とかあるとか、まあ、現地の弾薬とかもあるとか、そういうのを補給するために、巡視船が来た。で、その行為を邪魔してやろうというようなことで、まあ、狙いとしたんです。そういうふうに見えたんだなと。で、オミクロンの視力が全然回らないというふうに、テレビが主張しているわけなんですね。これを受けて、テレビもあるという大統領が、中国大使を呼び出して、深刻な懸念を表明するということをやった上に、まあ、さらにこの一触即発の事態というものを避けるため の、 この中国とフィリピン の、 その当局者の連絡ルート、まあ、ホットラインみたいなものが、あるんでしょうが、それを初めて使用したというようなことも明らかにするということで、まあ、かなりフィリピンと中国の間にその件に関して緊張状態が走ったというところだったと思います。初めてのことは何でしょうか。今までこのレーザー光線っていうのは、事例は事例はありますね。で、実は今月の6日にも、そのアユン群礁から、まあ、さっき、キャッチの方の下のところに、スプラトニー諸島、ナンタ諸島があるという、そういう話をしましたが、この周辺においても、このフィリピンの巡視船がですね、やはり中国の海警局というから、軍用用のレーザー光線を、少々受けていたというような感じ。これは、これまでフィリピンが黙ってたんですけども、こっちのアイン現象の話が出てきたことでですね、そういうことがあったということをオープンにしたというのがあります。で、昨年の6月はですね、中国の海警局ではなくて、中国海軍になるんですけれども、やはりフィリピンの沿岸警備隊のパトロールに、その青い MSC というものを招待したというような報道もありました。で、さらに、1年以上前の話にはなるんですが、オーストラリアの飛行中の戦闘機にですね、中国海軍の艦船からレーザー光線が照射されて、オーストラリア政府が中国に現地行動というようなことも、あったりもしました。中国側としては、言い方が
これ実は認めてない。ね、フィリピン側の論文に対して、レーザー光線を照射していないよ。で、その使用した機材が乗組員や装備に損害を与えるなんてことも発生していない。いうような感じで、完全否定するというような、こういう発表をしています。でただ、そのフィリピンの、沿岸警備隊は、中国製から自分たちに調査されたレーザーの、まあ、証拠写真ですね、そういうものを、まあ、公開しているということがあるので、まあ、フィリピンの主張の方が私は正しいだろうというふうに思います。でなお、中国はですね、レーザー光線を韓国と間接的に認めるような感じのことをちょっと言ってるんですけど、それは距離を測るという行為は運用のものではないか、まあ、そんな言い方をしてきてですね、で結局どっちなんじゃないかというような感じの話もあったと思います。そういうことを言ってきたことは投げかけておいて、そのデテルテ大統領ね、
返して、そんな暴力的な姿勢は許されないみたいな、なんか上から目線でアメリカが言ってくることに対して、ものすごい抵抗感を、持っているというような、これはもう、各国の人からそんなことを言ってられないんだよみたいな、フィリピンの現実を無視するような、そのアメリカの態度としてあろうということがあったりします。でそういうそのアメリカに対する反発っていうものもあったし、もう一方で、そのフィリピンの最大の貿易相手、中国っていうことになるので、その中国とある程度いい関係を築いてみたいな、それをそのアメリカの味方をするようなことをして、逆にそのアメリカの盾にフィリピンが使われるような、そんな状態にさせられるか、最悪だという、そういう思いというのも、あったわけなんです。だから、まあ、中国に、融和的な、ね、姿勢を示せば、中国のアメリカとの関係を考えて、我が国には、まあ、無体なことはやらないだという、そういう、まあ、外交的思惑みたいなものも、まあ、あったわけです。で、ところが、実際には、まあ、こうやって中国に甘い顔をすると、もう、消極だね。ね、もっと俺たちも自由にしてもらおうみたいな感じで思って、まあ、ずかずか。そういうことを、どういうことか、約束も全然守らないと、いう状態になって、ルテレテ大統領はアメリカとの訪問軍事協定、これを破棄するんだみたいな感じのことを言ってたりしたんだけども、それをスペインに今、撤回するというような形で、中国がこういう対応が違うの、間違ってるんだと、いうような感じとか。ようやく分かってきたという、まあ、そういう流れになって、まあ、その流れを受けて、まあ、マルケス政権になっているという状況を、まあ、理解する。シーズンの後半と、これは連続しているのが、そうなんです。ルテルテ大統領はその最後のところでも、その支持率としては国民主義率が7割が、まあ、ずっと一貫して高い支持率も出てきたわけです。もう、この、そのルテルテ路線を継承するような形で、実はマルコス政権が誕生しています。だから、そのマルコス大統領の副大統領、ルテルテ大統領の娘さんだったりするんです。で、そういう感じで、そのルテルテ人間を、この、ね、マルコス政権が誕生しているということがあります。で、ただ、ルテルテ大統領は、その、ものすごい関係関係みたいな。マルコス大統領は、自民党も留学し、その後、アメリカで留学し、そういう、まあ、英米留学経験があったということで、その、要は、英米留学の、なんか、育成みたいなことがほとんどないという、そういうところがありまして、非常に対米感情というのはないのかということが、あります。それで、対米関係は非常に良くなっていて、その米軍との間の国で、航空軍事協定ですね。それで、使える基地は前を引き継いだとか、これが10個で出てくるとか、まあ、そういう感じのこともあって、あとは、今は航空軍事協定ですね。ずっと駐留っていうのは、一時的にやってきて、また演習みたいなのが終わったら、引いていくみたいな、まあ、そういう形にならざるを得ない状態になってるんですけれども、これが、まあ、今回のこの中国の動きみたいなものを受けた上で、やっぱり昔みたいに駐留軍になってもらった方がいいんじゃないか、まあ、そういう動きが出てくると、これは台湾の話以降が含めて、かなり有効ではないかと、まあ、思っています。台湾有権というのは強化されたということですよね。まあ、今の仲間作りが、ね、連携が大事なわけで、まあ、日本、アメリカ、まあ、オーストラリア、インドはなかなか入れないですよね。入れないかなというところですけど、それでもフィリピン、フィリピンも小国じゃないですよ。人口も1億円ぐらいいますよね。そうですよね。うん、9000万円。非常に心強いというか。心強いですよ。ね、まあ、ただ中国は小国だと思って侮るという、まあ、そうだけの話。
日本がまたね謙虚な国なんでね、下手にすぐ出ちゃいますからね、うん、それが奴らを突き上がらせる結果になってるかなというふうには思います。金もらってるやつが、まあ、なのでそのアメリカ、日本、オーストラリアっていう3カ国がまあ一応基本になる形でもって今この中国に対する牽制をやろうという、そういう感じになっていたところにフィリピンが加わる動きっていうのがこれがね、出てきた。私はこれね、いい動きだと思っているわけですね。でただ、フィリピンに対して、中国がこの経済的嫌がらせっていうのを多分いろいろやってくるようなことになるだろうとは思うわけなんですが、その嫌がらせを緩和できるだけの、その辺の経済力っていうのを日本が身につけるっていうことは、実は非常に本来的には一番大事と言えるようなところで、そのためには岸田総理ですね、やっぱですね、私の日本最高のプランをやってもらう必要があるというふうに思ってたりするわけですね。急に、ここで経済の方が切りました。無理やり、もう無理やり。全然、安全保障はバーッとすみません。いやー、経済がしっかりするってことは安全保障。ロシアのプーチン大統領がモスクワで、なんでバイデンさんは演説に行ったんです。プーチン大統領はさらに、戦争を引き起こしたのは彼らであり、私たちはそれを止めるために武力を行使し続けている。ウクライナ侵攻を正当化しています。おかしいやな。ウクライナが受け取る長距離システムが増えるほど脅威が増すが、戦場でロシアを倒すことは不可能だと強調しました。さらに、戦死した兵士の家族を支援する基金の創設を提案しました。また、ロシアの裏切り者は法の下で責任を問われると国内で引き締めを図っています。今日はですね、NHK のクローズアップ現代という番組でですね、日本人の出稼ぎ労働者、海外へのですね、出稼ぎ労働者について特集がなされていたんですけれども、例えば日本では給料16万円の介護士が、英語を学んでオーストラリアに行ったら月給90万円になった話とかですね、ブルーベリーの前でですね、ブルーカラーで労働者になって月収50万円とかそういうことを特集されてたということで、ついにですね、円安とかさまざまな国内の、まあ、産業の高所化ですかね、こういったものでですね、適切な賃金が、まあ、賃上げがされない、要は値上げをできないから賃上げできないんですけれども、まあ、鶏が先か卵が先かみたいな、ちょっとでもですね、値上げをすると、企業が値上げをすると値上げはけしからんとかですね、例
例えばそういったところにですね、サイゼリアとかがうちは値上げをしませんとかっていうふうに、宣言をすると、それを喝采する各種喝采するようなですね、そういった風潮があるからこそ誰かが悪いくって給料が上がらないという問題に直面するわけですけれども、日本は先進国でですね、ジャパンアズナンバーワンだった、そういった時のですね、皆さん、まあ、思い出に浸っておりましてですね、日本がそうやって、海外に出稼ぎ労働者が出てくるような国になるとは、多分多くの人たちが多分イメージできてないと思うんですけれども、まあ、僕みたいに海外とかにですね、よく行ってる人間からすると、海外の物価の高さだったり、東南アジア諸国のですね、経済成長の凄まじさだったり、こういったことをですね、知ってる身からすれば当たり前だよなというふうに思いました。で、僕はね、時々その外国人実習生制度をですね、批判したりしてます。現代の奴隷制度だとかですね、そういうふうに批判しておりますが、なんで外国人実習生制度ができたかというと、日本って、まあ、島国で、まあ、なんていうのかな、純潔性といいますかですね、そういったものを重んじる傾向があります。だから海外からの移民労働者なんかに対してですね、非常に否定的なんですね。犯罪が増えるだとかですね、そういったことを言うわけです。まあ、前の安倍政権の時にですね、石川元首相なんかが先導してですね、観光立国にするということで、年間300万人程度だった観光客数が10年で10倍に増えた3000万人ぐらいになったんですね、2019年。まあ、その時もですね、警察だったりとか、あの入国管理局だったりはですね、外国人が来ると犯罪が増えるから、ビザをそんなに簡単に出してはならんみたいなことを言ったんですけれども、まあ、犯罪をする人の比率は別に日本人でも外国人でも変わらなかったっていう、まあ、むしろ日本に来る人たちはですね、収入が高くて、そんなに犯罪をしない人が多かったって話だったんですけれども、まあ、外国人が来ると犯罪が増えるとかですね、そういうそのよそ者を、排除する論理というのは、まあ、島国根性、いわゆる島国根性で、やっぱり移民政策というのは人気がないので、移民をします、移民政策を進めますというと選挙で受からないんですよね。なので、これも抜け穴的にといいますかですね、これはあくまでも実習生なんです、研修生なんです、何年かすると国に帰るので大丈夫ですみたいな、まあ、そういう言い訳をしながら、あと留学生もです、ね、同じように。されてるんですけども、留学生だったり外国人実習生という形で実質的に移民労働力をですね、ゲットしないとやばいってことは政府が感じたんですね。なので外国人実習生制度を使ってたんです。本当にあの一次産業なんかですね、まあ、要はデフレ、長引くデフレで、販売価格に転嫁できないので、安く作るしかないというわけですね。っていうふうな、まあ、ジレンマに陥ってたわけですね。ということで、もうこれ、値上げ必至ですね、電力料金も原発再稼働反対とかって言ってる、まあ、頭の弱い人たちがいっぱいいてですね、まあ、その結果として、原発は再稼働されるまま、再稼働してない原子力発電所が再稼働できてない電力会社です、電力料金が2倍、3倍に高騰していたりとか、もちろん燃料代も上がってるんで、もう全部電気、ガス、水道ですね、全てのものが値上がりしていくので、値上げはもう必至でございます、値上げしなければいけなくなる、なのでインフレになりますと、でそうすると給料も上がるんで、まあ、この傾向がずっと続くとは僕は思えないんですけれども、ただ、高齢少子化が進んでいくことは間違いないので、もうこれはね、もう待ったなしで、日本としてはですね、女性の活用、だから男女共同参画、なんて言われてるんですけども、女性を労働者として、確保する、そして、定年を延ばしてですね、高齢者も働いてもらう。で、少子化対策はなかなか難しいので、外国から人を連れてこなければいけない。が、先ほどの通り、日本は逆にですね、オーストラリアのようなですね、物価の高い国に、移民して労働するような時代になってしまったので、この傾向をですね、止めるのは結構難しいんじゃないかなというふうに思います。日本の賃金がですね、介護士の給料が100万近くになるなんていうのはね、日本だと到底難しいんじゃないかなということでですね、もう日本は機械化を進めるしかないのかな、 AI とか機械化、そういったものにですね、慣れていくしかない、
レジでですね、労働してくれてる外国人実習生もいなくなります。スーパーとかコンビニのレジ、まあ、都心に行けば行くほど外国人、労働者が多いと思うんですけれども、こういったところも、ね、ダメになります。ただね、希望は日本は私が常々より言ってる通りですね、自然環境がめちゃくちゃ豊かです、そして、まあ、比較的安全であると、履歴史と伝統があるということで、日本のファンの人たちってのはめちゃくちゃ多いんです。これは日本の自然環境、そしてその歴史の、なせる技なんですね。なので、まあ、僕はですね、そういった人たちを優遇するような政策を取ればですね、まだなんとかなる可能性はあるのかなと思います。例えばですね、そういったものを愛する人たちは、やはりこう、ね、あの高所得者の人たちが多いので、例えばですね、トップを作って、そこに住んでいる人たちは、例えば株式譲渡益課税をですね、ゼロにするとか、まあ、本当に定額 5% にするとかですね、まあ、そういった政策、まあ、シンガポールとか、ね、ドバイとかはそれをゼロ円にして、あの 0% にしてるんで、そういった資産家が集まるようになってますけれども、シンガポールとかドバイって小さい国だし、自然環境豊かでもないし、歴史と伝統もないので、そういう意味で言うと、日本の方が圧倒的に強いので、5% とかね、それぐらいにすると、かなりの人たちがそこに移住してくるのかなというふうに思います。あるいは相続税をゼロにするとかね。はい、あのそういうことでですね、高所得者層が来ると物価も上がり、その、まあ、そういった人たちがいろんなところの投資、インフラであったりとかですね、そういったところに投資をしていきます。まあ、ホテル開発したりとかですね。まあ、日本はですね、ニセコをはじめとするスノーリゾートだったりとか、そういったところの開発、あとは沖縄だったりとかですね、こういったところの開発が、今急速に進んでおります。そういったところにですね、あの富裕層の人たちが喜ばれるような、なんかを作るとですね、大きく変わるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、この私が提案しているこのやり方っていうのはですね、本当に、まあ、待ったなしの改革なんですね。もう NHK のクローズアップ現代が本当のこと言っちゃったっていう、でそれがあの SNS で話題になって、俺もって言って、みんな行こうとしてるわけですよね。本当にでも、オーストラリアはですね、ブルーカラーの労働者とか、そういったものをですね、たくさん、まあ、すごくです、景気もいいので、たくさん必要としてるんで、まあ、それは行けばいいって話なんですけれども、そうするとですね、日本が産業空洞化してしまう、その結果としてもしかしたらハードランディングになるかもしれない。ハードランディングってのは要は経済がクラッシュしてしまうってことなんですけど、それも日本だけで、そこでバリを食うのは、まあ、頭の悪い人だったりとかですね、経済的にですね、困窮している人たちが一番、打撃を受けます。でもそれは無知だからバカだからそうなってるだけであって、これもしょうがないっちゃしょうがないんだよね。原子力発電所再稼働にですね、反対している人たちも、なんかよくわかんない、原子力ってよくわかんない、放射能ってよくわかんないみたいなところで、なんとなく反対しているだけなんですよね。で、そういった人たちが、電力料金とかガスの料金上がってですね、泡吹いてる、ね、慌てためてるっていう状態になったわけです。まあ、要は無知であることの罪なんですね。だけど、じゃあ勉強して、その人たちが、まあ、一部の人たちは勉強したら理解できるかもしれないですけれども、僕は基本的には、まあ、頭のある人、いくら頑張ったって運動ができない人がですね、いくら頑張ったって運動がうまくならないと一緒で、頭もそんなに良くなるわけではないので、うん、まあ、本当手のつけられない問題といいますかですね、少しでもこうやって僕の動画を見てですね、自分がいかに無知か、そういう場合はどうだろう、まあ私だったりとかですね、いろんなその知識人の人たちで信頼できる人を見つけて、その人が言ってることを信じましょうと。呪術とかですね、なんかよくわかんない民間療法とかですね、そういったものを信じるんじゃなくて、信頼できる人たちをですね、ぜひ YouTube とかそういったところでも、ね、見つけてほしいなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょちょい。堀江貴文のブログでは、言えない話、毎週メールが、うるさくない？昔からだろ、それは。
なんか今日激しいじゃん。今回は、みずほ、桜が東海道新幹線区間には乗り入れられない理由について、誰でも分かる感じに解説したいと思います。早速ですが、皆さんこう思ったことないでしょうか。おい、なんで九州新幹線新大阪駅まで。あまりにも静かでびっくりするじゃない。次は。うるさいじゃん。どんな疑問を持っていましたか。いよいよ、あそこは車がうるさいって行くたびに思うよ、私聞こえないことは言えないの。慣れちゃったんじゃと思ったよね、私生まれ育ったんだもん。九州新幹線の開業は同時に、針号を減速させました。が、この日は少なくとも、東海道は、そうした理由ではなく、本日号なしで一切なのです。もっとも、皆さんこう思ったかもしれません。九州新幹線の開業はいいよ。九州新幹線
それでは、じゃあねー。